ああ、いや、あそこ行かないと。もうなんで構造こんな同じなんだ、ここ。低予算だ。低予算で建築されてる。奨学金借りないと。奨学金、もらってなかった。ああ、やべやべ。どこ。ここ?エレベーター?エレベーターって中央にあるもんじゃないの?ちょっと母校で慣れすぎててわからん。違う大学来た時に。こっち?あ、こっちじゃない?あぶねえ、ここ暴走した時にここ入ったわ、そういえば。スコールが、ヒステリックになった時に入った。あー、ちょ、セーブポイント今ちょっと目の前のセーブポイントま、足りてるか、セーブは。まあ、一回見過ごしてみよう。なんだよ、久しぶりに母校に行こうと思ってたのによ。黙れ。え、なんかくつろい、これ地べたにくつろいでんのかな、それ。クッションなくない？なんかフロートに乗ったりとか贅沢したのか、なんかお前。お前、ママ先生を倒しに来たのか、ガキの頃の音が忘れたの。みんなママ先生って呼ぶな。思春期通ったのかな、本当に。みんな、思春期の時の記憶がなくなってんのか。じゃあ、ある意味でこれは正しいのか。発達の段階で別に問題はないのか。リノアベがお前俺と戦えるのか、1年前はよ。やめて!お、蜜月の時過ごしてる。ね、それ聞きたいんだけど、私。いや、頼むって恋愛模様見さしてよ、ちょっと。まあ、なんでわかんでも恋愛につなげるのは悪いが。なんか、友情サクセスストーリー見たかったの。そんなこと忘れたわ。みんな気まずくなっちゃって。みんな知ってんのかな、サイファーって GF の効力。俺たちの気持ちをぐらつかせようとしたって無駄だ。地鳴り、地しびき。あんたは何者でもない。あんたはただの敵だ。あんたの言葉は届かない。スコーレもお前じゃなくてあんただしな、二人称。あんた俺たちにとってモンスターと同じだ。育ちいいな、やっぱ。モンスターと同じだ。この立派な二本足で綺麗な造形してんだり、モンスター呼ばわりよ。俺は魔女イディアの騎士だ。もう何回聞いても。いや、意外とやっぱ精神状態は昔のまんまとあんま変わってないのかな。いや、記憶ってなくなると、脳みそのあれが、脳細胞とかがある程度死ぬんかな。群れて襲いかかるモンスター。ああ、孤高の存在だ、みたいな。そりゃお前たちだ。サイファー、お前は変わっちまったらしい。一番身近に置いてた風神と雷神が言ってるから、まあ多分そうらしいですよ。音量上げてみよう。たまには。さあ、ってモンスターの、なんか、ああ、物理、リフレク貼ってみるか。一回。リフレク。あ、だ、間に合う。大丈夫。落ち着いて。どれに?あ、違う、落ち着いて。違う、あれ、止ま、違う、早くなるやつ。違う、映像じゃない。じゃあ、強くなるやつ、物理。多分物理、あ、じゃあ、スコール重ね書きされてるよ。じゃあ、せっかくダブル打ったのに。落ち着け。リフレ買ってる。なんか向こうもリフレ買ってる?さか、わなび。わなびってなんだっけ?若者みたいな意味だっけ?やっぱ意外と昭和だな、ここ。用語が。プロテス。あ、プロテスだわ。これ貼って。何がかかってるんだ、これは。わからん。なんか、燃やし潰しとこう。ファイガーで、こっち打って。あ、違う、一回スコールが、図書館司書の資格を見せつけないと。魔法で、あ、案外効くんかい。見れるやつ、あったでしょ。ライブラ、持ってる。キスティスさんも資格取ってた、大学時代に。シードは優秀だな、これ、資格に強いな。あれ、大学1年生の説明会時からもう、5月くらいの段階でもう始まってるからな、説明会。毒に弱い。なんか辛い過去持ってそう。あんま見るんじゃなかったね。やっぱ、剣技より、始末剣は以前より磨きをかかり、技の種類を増やしている。はぁ。オッケー、わかった。やばい。なんか終わんないんだけど、これ、サイファーの。下から見る。舐め回せる。え、ちょ、もう一回ライブラやってよ。そんなフィギュアみたいに見れんのこれ。ちょ、ライブラ。なんか、あんな角度変えられるとはちょっと思ってなかったな。ダブルで。毒に弱いらしい。ポイズンみたいになったっけ。なんか、いや、下から見れるんだよ、これ。え、別にそういう、ほら。あ、違う、ここ。そういう仕様なんか。あ、じゃあ、一回しか見れない。袋閉じは一回開けたらもう二度は見返さない。そんなことより毒です。毒負けんのかな?ピン?これピンってやつ。あ、これいいじゃん。これ巻いてみよう。2回巻いてみよう。まあ、いつか当たるから。で、美顔器出して。あ、なんか始まった。魔法は使えません。ここがそういうしきたりなんだよ。悪いね。
スローはもういいや。なんかファイガーとかたくさん打っとこう。あーでもかわいそうに。でも3対1だからな。スコールまだ3対1の境地にそんな追いやられたことないんだよ。結構もう始まってない？一方的じゃない？だいぶ。まあサイファー心折れるの。あ、ドローしようかな。なんかサイファーのカードが引けるらしい。そんな手持ちに加えてどうすんの。でも思い出だから、言うて写真とか撮りたいな。みんなどういう気持ちなんだろう。あ、何も引けないわ。 GF 出していいや。あ、とどめ、おにぎり。おお、なんか某海賊かのような。どうだ。やっぱ回転数を上げたから速度を上げて8連撃くらいは食らうんじゃないか。これ2000かな、もしかしたら食らうの。めちゃきて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 のよ。聞いてる聞いてる。あ、これずっとこの画面がいい。これ人名でこれ当てられんだよ。これわざわざな透明な矢印なんか見なくても十分だろ。これはもう良くないですか。それで良くないですか。聞くなー。あ、なんか、負けた。え、なに、3倍で見ないとこれ。あー、ほらこれ、お前まだ未練タラタラじゃないのよ。てかもう12時回ってるから一回飯食いたいな。聞いてた。ちょっとあんま見えてない。300。魔法強いな。魔法は使えません。残念ながら。沈黙一回入ったらこんな強いんだ。やっぱダブルにして沈黙させた方が早いのこれ話が。魔女とかもできんのかな。魔法は使えません。重ね重ね申し訳ございませんが、機内では機内モードにしていたとはいえ、ちょっとスマホのご利用ちょっと遠慮していただいているのがいいな。あ、ちょっと GF 出すんだった。もうあとは見るだけだ。見守ろ、温かく見守っていきますわ。参観していきましょう。なぜだもなぜお前が出ない。いや、こういうキャラいいよな。やっぱくじけないでほしいな。今後ともよろしく頼みたいな。役立たず。お、すーごい浮き上がり方。いや、みんな腹筋強いんだよな、なんか。アーバインと魔女いいでや、いい勝負じゃない。大丈夫です。回収します、このサイファーは。風神雷神の元に返します。お尋ね者なの。この下は大行動か。大丈夫？ケアルが使う？お前らママ先生には勝てねえな。そんなこと言ってないで。あ、でもすごい。これなんかに似てるな。このサイファー。これなんだろう。ちょっと貝っぽさは残ってるけど。お魚みたいな。おひれ。おひれが伸びてる。あ、なんだっけ、マドレーヌ。マドレーヌも確かこんな感じだった。あ、ちょうどマドレーヌっぽい形にもなってる。まあ、そんな話はさておき。マドレーヌとか食ってた時代あんのかな、こいつらにも。子供だったんだから、まあ、お菓子とかには触れ合ってるんだろうけど。そう思うと悲しいね。で、どういう関係なのこれ、リノア・ベガルンとサイファーって。ここに置いとくのこれ。風神雷神に早く場所を伝えといた方がいいんじゃない。サイファーの GPS 起動させといた方がいいんじゃない。あいつら絶対ゼンリー入れてるって。仲良さそう。風神あたりがなんか言い出しそう。あれもすごいよな。普通彼氏と彼女が入れるやつらしいけど。あ、帰ってきました。まあ、すまん。ちょっとそこで寝そべっといてもらって。とっとと魔女イデア倒して、サイファー回収しよう。本当に置いとくんだ。なんか罪悪感あるな。あそこに置きっぱなしで。片付けもせずに。いやー、整理整頓が苦手なやつ多いな。あい、来た！ケアルが工場だ。ここ拾ってほしいから、魔法。これ有利、これ電気よなー。ブリザーも拾っといて。これ魔法の量さえあれば HP とか、なんかプロフィール、なんか強化できるっぽいし。ここ一番弱いし。ケアルがもうちょい生産しとこう。いや、私がカーバングルしなかったのが悪いんだろ。カーバングルがなんか回復生成とかできるらしいけど。それができなかったせいで、こんなちまちまとドローを引きまくるしかないんだ。あなた、最後が確かにみんなこと勝ちました。最後が確かに。でもなんかもうほぼ最終決戦に近いっぽいけどね、これ。でもマジでいいやつ、あと何やんねん、これ。あとあれでしょ？僕を地に返すだけでしょ。いいな、伸びたと恐竜みたいに。ピカトン。で、マジ泣くんだよ。ケツだけ爆弾と伸びたの恐竜めっちゃ泣くんだよ。あとロボ父ちゃん。ポケモンの映画ってなんか泣けないの？ポケモンの映画、その感動のやつだから。いや、でもジラーチ泣くんだよな、毎回見るから。まさか。一番似てるかも。私のモノマネリストで書いてる、書いてるメモ帳に。まさか。似てる。え、マジ似てる。今ここで書いておくです、モノマネは。はるかとか、はるかがあるな。待って、これ全部拾ってるかもしれない。すごいが強いってんのかな、この感じだと。ちょっと
ょっと殴ってもらう。一発だ。こいつそういえば攻撃1000入るんだった。もうここの回ちょっとな。あ、懐かしい、違う。懐かしい。ここでいろいろ話し合ったな。スコールもあの時に比べたら精神的に成熟したよ。痛って。顎が痛い。急に。え？あ、大行動って前迷い込んだとこか。スコールが。なんか結構スタミナ済んでるな、なんか知んないけど。普通だったらあんなとこ行かなくていいんだろうけど。たまたま大暴走しといてよかった。こっち。で、奥ら辺にありますよ。でも地形的に本当にそうなの？ここしょ、ここ。一回入ったら出れないとこ。タコツボエリア。GF で押せるから。ここでしょ！大行動って絶対に。ん？ここだ。なんか聞こえる。なんだ？飼い鳴らしてる、また大怪獣が。なんだっけ、大怪獣の後始末みたいな映画がめちゃくちゃつまんないって聞いたけど。こんなアクロバティックに出てくんの？こいつ。誰もいない、聴衆がいないところでお前が伝説のシードだったのか。そんなになってたの？いつの間に？意識、意味不明。黙れ。いや、サイファー倒してからちょっと荒れてんな。すさんでる。まあ、あんだけのことしたんだから。立派すぎて目覚めた、ここで消してやろう。おお、復帰早っ！役立たずね。ちょっとなんてこと言うんですか？まあまあ先生じゃない。いや、そんなこと言いませんよ。シードなど聞いてしまえ。サイファー巻き込まれてる、これ。シードの枠入ってる？そいつ候補生だから。違う違う違う、シードじゃないって。ちょっとはさ、上場酌量の余地ないから、そいつ。ん？ああ、もういいよ、もうサイファーはもういいって。俺は魔女イデアの騎士だ。アイデンティティのね、シードに なれなかった分、そういう魔女のなんだこうだみたいな、多分アイデンティティが欲しいのよ。こいつは。もう手に取るようにわかる。あ、違う、あれがない、あれがない。あ、違う違う、あれ。あ、もう、スローでも巻いとけ。じゃあ、プロテス。プロテスないな、みんな。あった。あ、違う、これ多分でも魔法使ってくるから。シェルの方がいいな。シェル巻いてる。これで OKOKOK。あとキスティスさんがもう一回シェル巻いたら。俺はもう紛らかにいかないんだ。ちょっと並行してできない。そんないろいろやったって。サイファーも大変だな、お前。やりがいだけでやってんのかな。シードの方が金入るもんな、絶対に。どういう心変わりなのこれ。絶対なんか洗脳されてるって。洗脳解けるって。撃ってあげて。エスナでどうにかなるでしょ。バチコンみたいな音だったけど大丈夫。ファイラも効かないし、悲しくなってきた。サイファーが使ったことのない、これが GF って言うんですよ。でもサイファーは GF 使ってないくせになんで記憶、あれ記憶あんのかな。大丈夫かが凍結した。魔女の騎士の俺が負ける。肩書きだけじゃねえ。いて。負け、あそこ、遊びよ、メイルシュトリーム。サイファー横に避けたけど。そう、芋虫。なんか、どういう、思考なんだ、あの、ヘルメットは。いてててて。どうすりゃいいんだ、これ。あー、リフレク入ってんの、これ。だから、敵だから効かないようになってんだな。サイファーは多分、ボス判定入ってないから、さっきたまたま聞いたけど。だから、ライブラ使おうかな。てか、どうしようかな。やることがたくさんある。いい休日だ。予定が詰まってる方がいいらしい。あ、アバー、アレクサンダーだって。絶対に GF。 OK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 。 ここすごい GF いるな。です。え、シンプルに。おい、そんな暴行が、暴虐、悪行が許されていいのか。そんなこれで何に弱いって。魔法攻撃効かないのかな。あー、でもあと HP1 万1万あ、でも結構削れてんな。1万6000もあったんだ。あ、ほら、下から見えんだよ、これ。すごい、得点だな、これ。あるような、下から回しみたいできるやつ。こんなモテ遊んでいいのか？頭の中とはいえど。こうやって好き勝手回したいという願望。終わんないんだけど、これ。どのボタン押したら終わんの？あ、連続剣いけるってよ。ケアルラで足りようかな。リノアベガとキスです。強っ、やった、主人公すぎる。急にスコールが覚醒した。 HP ちょっと削れてる状態でキープするのもあれなのかな。
まあ、あ、なんかもう、これいいよ。あんまこだわらないことにしたら。あ、なんかドボンさあ、細かすぎて伝わらなくて、サイファーが下に落ちてった。どうなったんだ。てか誰のモノマネだったんだ、ほんとに。細かすぎてとは言うけど、別にメジャーなものはやってるからね、あれ。日常に潜む。あ、やばい、どうしたどうした。無遊病がすごい。真っ白だね。あ、これサイファーのとこいる。リナベカか。ちょっと静かにしよう。リナベカ。え、これサイファーの心の内じゃないこれ。どうする？近づいてた。で、みんなはリナベカとあのスコールくっつけようとしてくる。私はこっちもありだと思う。あの、どうなってる？どうなってる？もう何がもつれすぎだ！え、ふれふれと。もうわからん。韓流すぎる。どうなってんの？誰がどれが好きで、誰とどれが既成事実ができてて、何が何なんだ、これは。リナベカサイファー。なんだ、せっぷんの事実が今できたのか？スコール、大丈夫だ。大丈夫だ。スコール、うわー、吸われた。魂を吸われたサイファーに。一体何をされたんだ？大丈夫、リノアベが。スコール、キースティスセルフィー。羅列された。名前抑えられてんな。やばい。顔を覚えられる前に伏せて、顔を。アーバインゼロ。あ、ママ先生としての人格が急に大きくなりましたね。強くなりましたね。この日を待っていました。この日を恐れていました。今日は良き日ですか？今日は忌まわしき日ですか？エルオネは、私はエルオネを守りましたが、わからん。スコール。え？リノアベガが。ママ先生はいいの？リノアベガが。リノアベガはどうしたって。それどころじゃない、今。心の、うちが乱れすぎてて、スコールの。ちょっといろいろあったからね、今の一瞬で。ちょ、キスティス先生はちょっと見えてなかったかもしんないけど。今大きくね、物語が動いたんで。キスティスじゃなくて、やっぱスコールもな、終わったのか。終わったらしい、急に。何が終わったんだ。わからん。テスト勉強終わったのは。終わったのはリノア・ベガの、初恋だー。下世話すぎ。でも何が終わったの本当に。深く聞いちゃまずい。命！灯火が途絶えたかも。激しく、あんなにも激しく燃え盛ってたのに。スコール聞いてる？急いでイデアの家行ってちょうだい。魔女イデア、ママ先生があの孤児院に帰ってるらしいの。何を思うことがあるか。あ、ちょ、メモくれずに。いいよ。もうちょい触れ合っておこうよ。逆転した。第1話と逆転する。ヒロイン。第1話逆転するヒロイン。裁判が始まって。どんどん。ちょっと GF だけ見よう。あ、でも2体しかまだ逃してないわ。鎖な知識。絵本。させ。あ、いいな、これすごいな。あ、今音入っちゃったかな。あ、すっげえ、つうえ、アレクサンダー。あ、すっげえ、これでしょ。急に戦力が増えた。グローリアスなんなん、あいつ。で、魔女イデアンとか行きゃいいの？もう疲弊しきってんだけど、こっちは。まあ、やるだけやりますけどね。3回ウィーン。まあ、いろんな得がありますよ。役得。キスティスさん。な、ごめん、なママ先生、あの家に戻ってるわよ。大丈夫か？故郷に帰ってみんな、この精神状態で。